さてさ、ショコラでございます。不定期ではありますけれども、僕の持っているもののお気に入りのもの、思い出のもの、それぞれをカテゴリー別に分けて、ご紹介できればなと。タイトルを作って非常にテンションが上がっているので、このテンションが続く限りやっていきたいなと思います。というわけで、俺のこれっていうことでね、僕が気に入って使っているもの、気に入って購入したもの、思い出の品物、まあ、数点しかちょっともう話していくとキリがないからさ、ご紹介をさせていただいて、チャンネル登録をいただいて、ご視聴いただいている中の数人かもしれませんけれども、どなたかに役に立てばいいかなと思います。というわけで、まず最初はやっぱり、まあ、男の子はどうしてもコレクターっぽくなるじゃないですか。ポケモンから始まってね、僕もね、やっぱ興味があるものっていうのは収集したくなりますし、やっぱり漢字とか学校の興味のないことっていうのは全く学習能力ありませんでしたけど、ポケモンとかね、まあ、僕の当時のポケモン151匹だったけど、スラスラ言えたし、それをお金を出していろんなものを使ってみたい、購入してみたい、身近に置いておきたい、そういう風に思えた初めての僕のコレクター気質の花が咲いたものっていうのは、やっぱジーンズが一番最初なんで、その話をちょっとさせていただいて振り返っていこうかなと思います。はい、まず僕のデニムとの出会いっていうのが違うね、ファッションっていうところから話せばいいのかな。ジーンズっていうものには興味なくて、ファッションは好きでしたけど、ジーンズっていうものは何でもよくないみたいな。色落ちって何、むしろ履いてて色落ちするし、ましてやそのバッグにとかさ、靴とかにそういうのに色落ちがするってダメじゃんみたいな、ね、ジーンズ履いて雨に打たれたら靴下に色移ってたみたいなね、なんかそういう記憶から、あまりジーンズに対していい思い出っていうのは、ジーンズを好きになる前はいい思いはしてませんでした。ただ、高校3年生の時にとある駅ビルのショッピングビルのなんか総合カジュアルファミリーファッション的なね、お店にバイトさせてもらって、そこでジーンズっていうのはいろんな種類があって、いろんなブランドがあるんだっていうことを知りました。で、一番最初に僕が購入して、まあ、これいいなって思えたのはエドウィンだったんですよ。でその理由が、そのお店のなんか、まあ、ノルマ達成みたいなキャンペーンというかね、従業員満足度を上げるためのエドウィンキャンペーンみたいな、もともと多分その会社がエドウィンと仲良くしてて、エドウィンの新作が出たら説明会みたいなのもありましたし、全店の売上上位何店舗かには好きなエドウィン製ジーンズあげますよみたいな、なんかそういうキャンペーンもあって、エドウィンが好きになりまして、エドウィンの中で2というか、ファッション好きだよねっていう人は503を買うっていう、それぐらいの浅い認識だったんですよ。当時ブラピも CM してましたし、そこである程度ジーンズっていうのはこういうものなんだっていうのが分かって、だけどね、そのお店でなんか高校3年生ながらにおしゃれだなって思う人が買ってくジーンズって、エドウィンではなくてリーバイスの501なんですよ。いわゆるリジットジーンズと言われる方の501ね。でそこから、あ、リーバイスなんだって思って501ってっていうのを買いまして、そのノリ付きのすっごい硬いやつを。だけどその時は色落ちとか洗濯方法とか、その501っていうものの歴史とか、そういったものも全く分かんなくて、で調べていけば、昔はこういうモデルがあった、66後期前期とかさ、対戦モデルとか、なんかいろいろあるんだねっていうのを理解して、それを理解したと同時に、レプリカジーンズと言われる、いわゆる昔の復刻をしているブランドメーカー、そういったものもあるんだっていうことを知って、古着屋さんによく行くようになりましたね。ドゥニーム、ダルチザン、シュガーケン、その辺を20歳そこそこぐらいで好きになって、そこからどんどんレッドウィングだ、革製品だっていう、いわゆるアメカジスタイルのマストアイテムみたいなものをどん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 好きになっていって、アメカジっていうものが好きになった、そういう経緯があります。それでね、ある程度そのジーンズの育て方っていうか、綺麗に色落ちさせて自分好みの
世界にたった一本しかない自分用のデニムの作り方みたいなものをある程度分かった上で、とある美容室に行ったんですね。でその時に、僕はアメカジファッションその当時好きだったんで、アメカジファッションで行くと用意された席には、僕の身なりを判断して僕が好きそうなファッション雑誌を置いてくれるんですよ。でそこで昔はね、今ちょっとその言葉があるかどうかわかんないけど、昔はルード系っていう言葉がありました。昔のアメカジスタイルを今っぽくしたような感じ、なんて言ったらアウトローみたいな、アウトローは違うか、今のブランドでいうネイバーフット TMT ヒステリックグラマーとかかな、いわゆるそのルード系と言われる雑誌がポンと置いてあって、最初パラパラ見ていくと、いわゆるバイカースタイルっていうんですかね、バイク乗ってる人が、好むような、その雑誌のね途中の特集ページみたいなところに TOKIO の永瀬くんが写ってて、で永瀬くんは TOKIO の永瀬くんというよりかは俳優としての永瀬くんがすごい好きで、池袋ウエストゲートパーク、あとなんだっけ、赤チン赤チンっていうやつ何でしたっけね、なんかすっごい不良のドクターみたいな役とかもあって、その他向子殿、タイガー&ドラゴンはその時やってたのかな、もっと遡ると岡田くんと永瀬くんで DD っていうね、なんか昔あったジャニーズ枠のドラマとかもあって、結構永瀬くんのドラマは好きで見ていたんですよ。でその永瀬くんが、履いていたブランド、それに憧れを持ちましてっていうのが、フラットヘッドっていうブランドなんですけど、バイク乗りのバイカーの人たちが乗りやすいようなシルエットがコンセプトだったと思います。その当時、今もそのままのコンセプトかどうか分かんないですけど、いつかはフラットヘッドを育てたいなっていう気持ちで、だけど自分のねこれが完成形だっていうデニムをまだ作れていなかったし、他にもいろんな好きなブランドはあるから、いつか手に入れることができたらいいなって思っていて、それで、購入して、今でもお気に入りのフラットヘッド、これをまず1本目お気に入りとしてご紹介させていただきたいと思います。過去動画にも出してるんであれなんですけど、こちらですね、フラットヘッド、型番が1015というタイプです。インチは30で、長さ36ってなってるんですけど、これをくぶ丈にしています。で直営店で買って、工場で直してもらって、チェーンステッチで裾上げはしてもらっています。一応ですね、今のフラットヘッドの、ホームページ見ると、古き良き50年代のアメリカンテイストを基本としつつ、日本人のスタイルやファッションに合うようアレンジした本格派のアメカジブランドという説明が書いてあります。通常のフラットヘッドの定番モデルっていうのは多分3005だと思います。ですがこの1015っていうのは、16オンスっていう単位があるんですけど、通常のデニムは 12.5 とか13あって14とかかな、なんですけど、これ分厚いんですよ。だから色落ちはっきり出るし、バイク乗る人には分厚い方がいいっていうような形のモデルだと思います。全然バイクは乗らないんですけど、これがすごいお気に入りで、曇りの日は履けません。晴れの日しか履けないですし、もし、何でしょう、仕事上で座る席色落ちがしてしまう可能性もあるので、仕事の時も履けません。履く機会がちょっと極端に少なくなってしまって、ちょっと過保護にしてしまってるんで、いい履き方はしてないんですけど、これがお気に入りではあります。ちょっと話が長くはなってしまうんですけど、フラットヘッド買う前からですね、あともう一つお気に入りのブランドがありまして、それがエビスというブランドなんですけど、エビス様のエビスですね。大阪に帰省した時は梅田の恵比寿に必ず立ち寄ります。これは定番的なロットナンバー2000というですね、2000は確かワンウォッシュされてんのかな、乗り付きではなくて多分ワンウォッシュされているタイプだと思うけど、違ったらごめんなさい。このカモメのマークが特徴的なデニムです。先ほどのフラットヘッド同様、1950年代のテイストを追求しているブランドですね。諸説あるんで、僕が信じてる説だけお話ししますけど、古いものの何がいいんだっていうとですね、細かなディティールが違うんですよ。例えばこのエビスの裏面ちょっと覚えておいてくださいね。でこっちがフラットヘッドです。でこのフラットヘッドの1015っていうのはバイカーの方をターゲティングとしてるんで、昔の良さを出してるっていうものではないので、違いが
あるんですけど、どこが違うか分かります？ベルトループなんですよ。ここを今縫い合わせてますよね。でその上にさらに縫い合わせてます。なんでここは生地が3枚あるっていうのお分かりいただけます？ここの生地、ここの生地をまずこうやって縫い合わせて、その上にさらにこうギザギザギザ入れています。だけどこのエビス見ていただくと曲がってますよね。だから何度も言いますけど、諸説ある中で、ここに縫い合わせる技術が昔はなかったと、針も折れちゃうよっていうことでずらしてる的な、なんかそういうところの細かいところがねちょっと気に入っちゃって、今ちょっと話してしまったんですけど、エビスジーンズ興味あるよ、でなおかつ関西圏に住んでるよっていう方は、本当にあの梅田の茶屋町の方にあるエビスはすごいあのアンティーク感漂うお店で、なんて言ったらいいかな、ちょっと話飛びますけど、初見で行く、例えば雑誌とかで見てこの服いいな、ちょっと見に行こうって言って、店員さんが話しかけてきた時のお客さんと店員さんの初対面で、こいつはどれぐらいこいつ知識持ってるんだ、何が欲しいんだ、どういうテイストの服が好きなんだみたいな、このプレッシャーの掛け合い最初ありません？よろしければサイズ出しますよって、もうすぐなんか販売につなげる店員さんばっかりじゃないですか最近。よろしければご試着できますんでとかさ、感じの接客は一切しないですよ、茶屋町の恵比寿はね。ちょっとしたニュアンスの違いですけど、何かご質問があればお答えさせていただきます的な。だからね、なんかこうこっちが、ああ今ちょっと見てるだけですみたいな、そういう突っ跳ねる感じの言葉で返すというよりも、もう全く初心者です教えてくださいって心から素直になれる接客を心がけてくれるのが茶屋町の恵比寿。恵比寿っていうブランドを他店とかセレクトショップとかそういったところで見てきてますし、トナンバー1000、2000、3000とか、その辺の違いっていうのもある程度知ってたつもりではいるんですけど、そこのお店に行った時はもう何も知らない素人です、デニム育てたいんです、自分のサイズ知りたいんですみたいな、もう全部相談しまして、そこからもうごひいきにさせていただいて、毎年大阪帰るときは行っている店舗なんですけど、思い出の品物はですね、このエビスジーンズなんですよ。これじゃないですよ、これじゃないんだけど、思い出というか記念というか、ね、そういったジーンズをご紹介させていただきたいと思います。それがねこちらなんですけど、さっきとほとんど変わんないですよ。この辺だと多分わかりやすいと思うんですけど、これがなぜ思い出の品物、記念の品物なのかと言いますと、こういうものなんですよ。マクドナルド、 I'm loving it、 マクドナルドの歌い文句ですよね。このカモメペイントが、マクドナルドと一緒じゃんっていうところからのコラボ商品です。これ実はね、非売品なんですよ。その当時の僕はまだデニムに対してあまりだった時代なんですけど、2004年のアテネオリンピックの時にマクドナルド側のキャンペーンで、このエビスジーンズが何千名様かに当たるみたいな、その時のものです。これはねちょっと一度も履いておらず、タグがまだついてるんですけど、これ実はその当時に当たったわけでもなく、自分でプレネで購入したわけでもなく、送別品としていただいたものです。とある会社の、社長さん、すごい僕を、育ててくれた社長さんが、送別品何にしよう、特にあのカモメのやつよく履いてるよね、なんかあれですごい特別なものとかないのかなって言って探してくれて、どう購入したか分かりませんよ、オークションなのか古着屋さんとか歩いてくれたのかよく分かんないですけど、これをくださいました。でね、これジーンズ好きな方だったら分かると思うんですけど、糊を落とすとデニムって産毛が生えてるんですけど、その産毛がね全体的にあるんですよ。まあ、タグもついてますし、ほぼ未使用で、これからガンガン色は落とせるんですけど、ちょっとこれは本当に大事に持っておきたいデニムなんで、履かずにいるかな。僕がもし個人事業で飲食店とかやるときには、必ずもうレジの後ろにはこれ飾っておくぐらいのレベルでちょっと保管したいと思います。というですね、デニムのお話をこの度させていただきました。一応僕の大好きなデニムの、順位をつけるのもあれなんですけど、この1番2番ご紹介をさせていただきました。次回撮れるチャンスがあるとすると、スニーカーにはなるんですけど、いつ公開できるか分かりません。選ぶのが大変なんでね。はい、そんな感じでございました。その他なんか
これやってあれやってっていうのがあれば参考にはさせていただきます。やりますとは言えません。それだけね、ご了承いただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。ショーコレでした。バイバイ。